七島気象観測所は東京都小笠原市長小笠原村七島にある気象観測所である気象観測を行っている七島気象観測所は気象庁地球環境海洋部地球環境業務課に属する施設であり天気予報や気象証明を行う気象台や速報所特別地域気象観測所ではない七島気象観測所は七島で 気象観測を行うための施設であり、天気予報を行い、警報、注意報を発表する権限を持つ予報官は派遣されていない。小笠原諸島に関する警報、注意報は、東京都の気象予報を管轄する気象庁本庁予報部が発表している。ただし、観測所職員による雲や指定観測は行われており、加えて観測所職員により、交差や 竜巻、火山噴火、漂着物といった気象庁の行うあらゆる観測や現地調査が行われている。また、高層気象観測を行っており、全国に16拠点ある高層気象観測の一拠点である。1日2回、ラジオゾンデにより高層の気象状況を観測している。それに加えて、観測所敷地内にアメダス、地震計、 県庁系統が設置されており、これらは自動観測され、観測データが自動的に気象庁本庁に送られている。ありがとうございます。